はい、皆様こんにちは。ボンバーモーセ姫です。本日もご視聴いただきましてありがとうございます。この動画はモーセ国の話となりフィクションとしてお楽しみください。はい、今日なんですけれども、休んだんだっけ、なんか暴言吐いて、なんかツイッターかなんか X かなんかでフワという人を見ていきたいと思います。なんでチャンつけないかっていうと、別にもともと好きじゃないしね。なんかこう、なんかプライベートで私の人生の中で彼女が話題になったこともないから、まあフワという人の、まあ、これからの仕事の流れ、まあ謹慎というかそれが解けるのかどうか、それともこのままも芸能界からいなくなるのか、それを今日は見ていきたいと思います。はい、よいしょ。さあまず1枚目、おお、棺桶が出たね。棺桶、仕事のところ、これ木、よいしょ。あ、これルノルマンカードって言って、まあ正逆なく見ていきます。十字架、おお、棺桶と十字架が出たね。はい、そしてこの人自身は太陽、反省してないって言われてるみたいなんだけど、そうかもね。はい、コウノトリ。そしてまた出たね、コウノトリ。どうなんだろう、なんかもともと外国育ちなんだっけ。どっか旅行するのかな、外国行くのかな。山、金星も厳しくなるって出てるね。はい、そして子供、花束、星、家、蛇、鞭。はい、あと1枚ずつ出していきます。棺桶と太陽、は木と女性、まあ、これがねこの人でしょうか。はい、十字架と手紙、太陽とリング。これも9月ぐらいになんかね出て、来月なんかね出てくるんでしょうか。活動なんかするのかな。はい、そしてコウノトリと道、同じくコウノトリとクローバー、山とライダー、子供と雲、花束と子供、星とね、棺桶。男性がリバースで出たね。男性と女性はリバースの時はリバースで出るんです。あ、見るんですよ。家と男性のリバース。蛇と釜。鞭と熊。はい、ということで見ていくと、もう8月っていうのが、これが物事が止まるとか動きが止まるとか大きな障害が出るっていうのが8月だから、まあ今だよね。ただね、9月がこれ本人のところを表すカードというのと、あと時期で言うと9月っていうのを表すんだけど、なんか9月の下旬だね。なんか動き出すとか、なんか活動、これがもしかしたらテレビじゃないかもしれないんだけどね。なんかこう自分の好きなこと、なんかそれで、なんかすごくこう、はしゃぐというか、なんかこうこの人のこう本来の姿を
何かでこう見せていくのかなっていう感じがするんですよね。で、うん、10月も、うん、そう、まあ、これが実際環境が変わるのか、引っ越しをするのか、海外に行くのかわからないんだけれども、この9、10っていうのはこのフワっていう人にとってなんかこう、この謹慎状態じゃなくてこう動きがあるっていう、まあそういう時になってるんですよね。ただ11月にカマとヘビが出てるので、なんかこう女性からかなのなんかすごいバッシングがあったりとか、まあここプライベートのね友達っていう意味も表すんだけれども、なんかそこでちょっと切られる、うん、そういう感じ、プライベートではかなりなんか波乱がありそうという感じがします。で、まあ、12月が木と、まあね、女性のカードが出てるから、あの仕事はねなんかしていくみたいなんですよね。こう息が長い仕事みたいな、そういうのは出ています。で、1月、ただここ無知が出てるので、まあこれが例えばスポンサーだったりとか、まあまあどっかの社長とかねとかからなんかこう大きななんかお咎めみたいなのを受けて、なんかなかなか出れないのかなとか、謹慎がなかなか開けないのかなっていう感じがする。ただ、まあ、2月が花束と子供のカードが出ているので、なんかやっぱり、うん、何もしないっていうよりは、まあこの人のまあ何の才能があるか知らないんですけど、まあ自分のこう才能を生かしていくっていうふうに出ていて、で2月3月か、1、2、3だね、3月は彼女にとってなんか分岐点になるって出てるので、なんかこういうふうになんかこうねポツポツとやっていたことをがなんかすごくガラリと変わって、うん、変わってまた新しい道に行くとか、なんかこう別の可能性とかそういうものが、うん、出ているのかなっていう感じはする。まあこれちょっとね、まあ、結婚なのかどうかわからないけど、なんかね、そうね、なんか子供とかさ、コウノトリとか男性のカードとか家とか出てるから、もしかしたら来年の2月例えば子供ができましたとか、なんかねそういう感じで、まあ2、3、4ぐらいでなんかこう電撃的なこう結婚とか、なんか入籍しましたみたいな、そういう可能性とかもしかしたら、あるのかな、っていう風な感じがしています。そうね、なんかこのここ仕事を表すところなんだけど、金に今女性のカードが出てるから、なんかこう女性としての、まあ、例えば母親としてとかね、なんかそういう風にも見れるのかなと思ったりもしました。あーっていうか、この9月、これ太陽とリングって、これまあね結婚とかそういう意味もあるから、あーそっち側なのかなって感じがしてます。なんかね仕事のところはね、まずこの棺桶のカードが出てるから、なんかこうプライベートでね、プライベートでもしかしたらこう充実をしてくるのかなっていう風な感じかな。なんかそういう目で見ると、なんかそういうこうプライベート系のなんか幸せそうなカードはなんか出てるかなっていう感じです。まあどういう方がねお相手かとか、お相手がいるかどうかとか、そういうことは全くまあ知らないし、まあまあ興味はないんですけれども、はい、ということで言うと、まあ今お伝えした時期がもしかしたら仕事かもしれないし、もしかしたらプライベートなこととして、まあ出てくるのかなっていう
感じかな。そうなると仕事じゃないのかな、というふうに今回は読みました。はい、いかがでしたでしょうか。最後まで見ていただきましてありがとうございます。